はい、本日はですねこちらノースフェイスのオールマウンテンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで以前からですねマウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットは知ってんだけども、オールマウンテンジャケットはなんでレビューしないんですかと、嫌いなんですか、なんでか理由言ってくださいってよく言われてたんだけども、特に嫌いでもなんでもございません。ただ買おうと思ったらいつもなかっただけなんだけども、無事今回ありましたんで購入をさせていただきました。でこのオールマウンテンジャケットってね、一言で言うとどんなジャケットなんかっていうとですね、このマウンテンパーカー系ノースフェイスの中で最も多機能なジャケットでございます。そして最も人気のないジャケットと言っても過言ではございません。持っている方いらっしゃったら心気悪くしたら申し訳ないですね。とにかくこの辺が人気すぎるんで、それに考えるとちょっと人気ないかなとか、よくたまにセールにかかってるよねっていう意味でね、この3つ比較すると、ちょっと人気ない方にはなるんやけど、最も多機能なジャケットであることは間違いないということになってますので、じゃあ見ていこうじゃないかっていうことなんですが、まずはね着用しているシーンを見ていただきたいなと思います。サイズはですね L サイズを着用しておりますのでご覧ください。はい、それでですねいかがでしょうか。こちらが L サイズで着用をしております。ちょっとね後での特徴でも言おうと思ってないけど、もちろん多機能は多機能なんやけども、多機能であるがゆえに余計なこともないんですよ。余計なところも切られてるっていうか、例えばやけどこうやってパッと見た時に、あれなんか着丈短くねって思うじゃないですか。でそれもやっぱり長いと動きづらいでしょ。でそういうのを考えてこう短めに作られてる、これも一つの特徴でもあるんやけども、こういったジャケットになっております。だから例えばあんま着丈短いの好きじゃないねんなっていう方なんかは、こっちの方の、マウンテンジャケット、マウンテンライトジャケット、これまた比較出しますけどね、比較出すんやけど、こっちの方がいいとは思うんですけど、ちょうど着丈短いのが良かったんと、こうバイクとか乗るときにね、着丈長いのいつもこう邪魔で乗りづらかったんっていう方なんかは、逆にこういうのがいいんかなと思うんですけども、この辺がサイズ L サイズのサイズ感となっております。ではですね、このマウンテンジャケットの中では最も多機能である理由、どういうところが多機能なんですかっていうとですね、パンパンパンといきますね。まずはですね1つ目こちら、ベンチレーションが採用されております。ベンチレーションが採用されておりますので、これがあるジャケットってやっぱり縫製の手間から考えてもちょっとめんどくさいんですよ。こんなとこにジップつけるのってね、やっぱりめんどくさい縫製なんやけども、そういうのもちゃんとつけられてますし、これがあることによってちょっと多少の蒸れとかをこうパッて逃がしてあげることができる。これベンチレーションあるって確かに高機能ですよね。それ以外にやったらスタッフサックがついてるんですよ。こんな感じでね袋がついてるので、普通マウンテンジャケットってここまでごつかったりしたら、あれ畳むってあったっけってなるじゃないですか。だけどこのマウンテンジャケットに関しては折りたたんで持ち運びができるんですよ。だから今までね外出しててわマウンテンジャケットちょっと熱いなとかね、もうこれ今いらんわと思ってこうやって持ってて、これいらんかってんの、これ邪魔でしゃあなかったんって思う方なんかはね、この袋の中にクルルルって入れてあげて、だいたい相場奥さんカバン持ってるでしょ、そんなのぶち込んどいたらいいんですよ、こそっとぶち込んどいたらいいんやけども、そういうところができるとなっておりますし、それ以外にもねこういうマウンテンジャケットもマウンテンライトジャケットもそうなんやけども、裏生地ってついてたでしょ、こういう裏生地ついてたじゃないですか。でこっちもそうですね、マウンテンライトジャケットの方もこのノースフェイスって書いて裏生地がついてますよね。でも対してこのオールマウンテンジャケットはね裏生地がついてないんですよ。なのでジャケット分の生地しかないというか、これを3層というんですけどね、表の生地、そして中のゴアテックスのメンブレン、そして裏生地の肌に当たる部分、これを3層、3つの層が合わさってる、ハンバーガーみたいなもんやから、ハンバーガーもパンがありますよね。でベーコンがありますよね。でその後に、またパンになっちゃった、ベーコンパンになっちゃったけども、どっかでバーガーっていうか肉入れるでしょ。でこれでサンドイッチして、サンドイッチの方がいいな、分かりやすいじゃないですか。でこれも同じく3層なんでなってますと。でも他のこの2つに関しては3層ではないんですよ。なので3層じゃなかったらどうなんのっていうと、一般的によく言われるのは頑丈なのは3層の方が頑丈とか、2層は頑丈じゃないとかいろいろあったりするんだけど、裏生地つけたらはっきり言ってどっちも頑丈して頑丈なんで、あんまそこは違いないんですけど、3層である唯一の特徴っていうのは、とにかく地肌で着れるんですよ。誰が全裸で着んねんって、このジャケットなんかお前全裸で着とったりしたら、それこそお前通報もんやないかいってなるかもしれないですけど、全裸じゃなくてね、例えば半袖の T シャツが着てる時にここがもう丸見えだってじゃないですか。でもその状態で着ても着心地を担保してるっていうのが3層なんですよね。で対してこっちのジャケットって2層なってて、一応裏生地は貼ってあるねんけども、T シャツの上から着ることはあんまり考えられてない。基本的には長袖とかニットとか、そういうのを着た上でスウェットとか着た上で着るっていう状態なんやけども、このオールマウンテンジャケットはそういうところも考えられて3層になってる。だから3層っていうと丈夫っていうよりかはインナーを気にせずに着れると思っていただいた方がいいんですけど、そういうシーニットバッカーっていうね、裏側のニットのような起毛した素材があるから肌触りが悪くない、いい感じになってるっていうのが、ゴアテックスの中で着心地まで考えられた素材になってるんですよ。でそういうのが採用されてるっていうところになってるので、その辺が多機能であるよねと。確かにマウンテンパーカー今まで紹介してたのってそこまでの機能はなかったけど、このオールマウンテンジャケットはベンチレーションあったし、スナップサックの袋も入ってるし、さらにそれ以外にも T シャツの上からも着れるって、いろいろ考えられてますねって思うじゃないですか。でじゃあこれでお値段がいくらなんですかと、お値段何本なんですかっていうとですね、こちらが5万600円ということになってはいてるんですけども、基本的にはセールでしか見たことありません。4万5000円とか、だいたい5000円ぐらい安いんですけど、僕買ったとこ下のね動画説明欄に
今貼ってますけども、よくこれはねセールにかかってることが多いです。なのでまあ価格帯的に言うとちょうど中間ですよね。マウンテンジャケット、このラオジャケットとマウンテンライトジャケットのちょうどこの中間ラインに来るような価格帯になっておりますね。次はデメリット。でどういうところがねデメリットになってくるのかと申しますと、少しね着た感じ薄く感じるんですよ。で薄く感じるからちょっと一回測ってみようってね思って今測ってみたんですけど、このジャケットの厚みがですね 0.3 ミリぐらいかな、 0.37 ぐらいになってるんですよ。次マウンテンジャケットが0.4 ミリぐらいなんですよ。マウンテンライトジャケットが 0.37 なんで、意外とマウンテンライトが一番薄いんやけども、やっぱり裏生地がない分なんか若干薄く感じるんですよね。でこれがどういう弊害が僕らにあるんかっていうと、特に冬場、真冬とかになった時ってこう風来るじゃないですか。で冷たい風がガーってきますよね。もちろんゴアテックスだから全部守ってくれます、それは分かってますよ。ゴアテックスだから全部守ってくれるんやけども、風を守るのと冷たい空気が伝わるのはまた話が変わってくるんですよ。こうやってしっかり風はねバーンと守ってくれてる、あそれはもう全然風来ませんって言ってるのはいいけど、この生地の薄さによって冷たい空気がひんやりと来るんですよね。でこの生地が分厚ければ分厚いほど、そのひんやりした空気すらも来ないんですけど、その壁っていうのが少ない、要は1枚しかないのと、1枚ある状態でこの2つのジャケットだったら裏生地もあるからここでもう1個ガードしてるんですけど、それがないので、まあ、真冬着るってなってくると、あれ生地の厚さ変わらへんのになんかこっちの方が寒く感じる。なんでかっていうと直接冷気が伝わってくるっていうところなんで、もちろん風は入っては来ないんですけど、冷気の伝わりやすさでいうところで言うと、やっぱちょっと真冬はちょっと厳しいんちゃうかなと、このジャケットの中で一番これが厳しいんちゃうかなと思います。まあそれは3層であるところの強みでもあるんやけど弱みでもある。3層になってほな裏生地つけたらいいやないかって、ほな3層する意味ないやないかいっていろいろ問題にもなってきますので、基本的には3層に裏生地っていうのはないです。3層は地肌とかのためにつけてるもんやから、せっかくそんなもんつけて裏生地つけたら何の意味があんねんってなってくるので、まあ3層の弱みっていうのはその真冬の時の冷たさがちょっと伝わりやすいっていうところがね、まあデメリットになってくるんかなって、まあ今のところでは思ってるんですけど、そういうところで。私ね次はおすすめの人はどんな人っていうとですね、よく着替えのする人ですね。例えばなんですけども、外とか出てても暑いなと思ったらすぐ脱いだりとか、暑いなと思ったらこう調節したりとかインナー入れたりとかっていう人って、まあ例えばシーンで言うと登山とかそうやと思うんですけどね、そういうところにこう特化して作られてるので、あんまり間違いっていうイメージは僕の中ではないんですけどもね。特に登山とかやったらスタッフサックにくるくるって収納してあげて、これぐらいのね大きさになるので、これでまあリュックとかにポーンって掘り込んでいってあげれば、ちょっと形はいびつな形今してますけどもね、入れてあげれるってことができるので、まあこんな使い方ができますよねと。で他のブランドで言うたら、あのジャケットと似てるなと思うのがね、こちらですね、アークテリクスのアトム LT。 これもね同様にね、確か3層になってて、それでベンチレーションもあるんですよ。でまあスタッフサックはこれないんやけども、似てるなと思うのはね、この辺りが似てるんで、こうマウンテンジャケットノースフェイスって聞くと、この辺りねこうガシガシ着る頑丈っぽい感じをイメージすると思うんですけど、どっちかって言ったらベータ LT とか、この辺りにまあ非常に近いんじゃないかなっていうところが、感想として思いました。でこのベータ LT も確か5万5000円ぐらいだったんで、値段的にはまあちょっとアークの方が高いかなと。でも表の生地の質感としてはアークの方がマットな感じで質感はいいんですよね。ちょっとまあノースフェイスの方がシャリシャリしてるような感じになってるんで、まあこれは個人差というかね、あの好みによるとは思うんですけども、まあ、この辺の価格帯をどう思うかは人によって違う。だけど間違いなく言えることは、ノースフェイスのマウンテンジャケットの中ではまあ最も高機能ではある。だからそれを使いこなすシーンがあるんかどうかは人によってちゃうと思うんですけど、まあ多機能であるというところでね、今回はご紹介させていただきました。また近々あの比較動画っていうのを作ろうと思うので、マウンテンジャケット、マウンテンライトジャケット、オールマウンテンジャケット、この3つってどう違ってどういう人におすすめなんかっていうのをですね、しっかりまたこちらのベシャリの方でね、お得意の比較動画作っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ノースフェイスのオールマウンテンジャケットを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。